2015年10月12日、私は今、茨城県日立市の公園の中に来ています。最近私のところへ日立市内の水道水が再び放射能汚染されているのではないのかという不安を抱えている方からのメールが寄せられています。そして私は公園に給水されている水道水で検証をしてみたいと思います。それでは早速取り掛かってみたいと思います。それでは早速公園内のバックグラウンドの放射線量を測定しているので見てみたいと思います。左の線量計がガンマ線とベータ線を合算した放射線量、右の線量計がガンマ線のみを測定した放射線量です。ベータ線、ガンマ線が合算した放射線量は 0.11 マイクロシーベルト、 0.11 マイクロシーベルトあります。そしてガンマ線のみ、こちらで計測している数値は 0.08 マイクロシーベルト、0.08 マイクロシーベルトあります。それではあちらに、水道の蛇口があります。あちらに、飲み水とか、こちらで利用できる、水道水が給水されています。早速こちらの、水の汚染状況などを検証してみたいと思います。それでは早速、この容器に、こちらに給水されている水道水を入れます。容器には水道水がいっぱいになりました。ではまずこちらの放射線量を測ってみたいと思います。今線量計の方を見ています。バックグラウンドよりも若干上がったのかという感じなんですが、0.12 から 0.13、 こっちは 0.08 ですね。水というのは放射線量を、遮蔽する力があります。したがってこれだけでは安全なのか危険なのかという判断ができません。そこで、今日は秘密兵器を持ってきました。今ここにゼオライトボールというものがあります。ゼオライトというものは放射性物質を吸着しやすいということで有名な物質でもあります。そしてこれはさらに、放射性物質をたくさん吸着できるように、加工されたゼオライトボールというものです。ではこのゼオライトボールをこのザルに開けてみたいと思います。それではこれからこのゼオライトボールを、この水道水でしっかりとすすいでみます。ゆっくりすすいでいます。それではちょっと浸しておきましょう。
これでしばらくちょっと、浸しておき、たいと思いますので、しばらくお待ちください。それではこのゼオライトボールを、水に浸して20分ほど経ちました。では水を切ってみます。水をよく切ってください。それでは、ここに洗浄計を近づけてみます。あ、もうアラームが鳴りましたね。現在 0.27 マイクロシーベルト 0.28 まで来ましたね。 0.29 0.3 マイクロシーベルト行きました。ちょっと話します。これがアラームが消えるまではね、ガイガーミラー方式のため若干時間がかかります。ゼオライトボールに、この洗浄機を近づけたらば、0.3 ぐらいまで上がりましたね。で早速また近づけます。こちらにゼオライトボールがあります。で近づけます。見づらくてごめん、すいません。 0.4 今度は 0.5 まで上がりました。もう一回ゼオライトボールから話します。 これがシンチレーション式の測定器だとこれだけ離せばすぐに線量は下がるんですけども、ガイガーミラー方式だとこのようにゆっくりゆっくり下がってきます。下がりました。今回の検証で分かったことですが、ただ水に測定器を近づけただけでは、放射線量は全く上がりません。しかしながらご覧のようにセシウムボールへ放射性物質を吸着させれば、どのぐらい水の中に放射性物質が入っていたのか、どのぐらい危険なのかということが分かります。ただ今は放射線量を測っただけなので、どのぐらいの放射性物質の量があるのか、1秒間に放射性物質が崩壊される量、いわゆるベクレルはどのぐらいあるのかというのは、また別に、ベクレルモニターで測る必要があると思います。